はい、どうも赤し瀬尾赤星マシマシです。はい、はい、ありがとうございます、はい、さあ来ました、うん、ラーメン二郎池袋東口店です、はい、何回も言ってますが、うん、ちょっとやりたいメニューがありますので見ていきますよということですね、うん、こちらはまあ、東口から徒歩、うん、まあ、5分ぐらいのところにあるおなじみの、はい、あそこです、うん、はい、で池袋なんとですね、うん、夏季限定メニューでつけ麺があったんですね、うん、僕は2018年にこれ見たんですけど、うんうん、これ3年ぐらい姿を消してたんですよ。あら寂しい。そうなんです、うん、でその代わりに僕はその間ね、うん、夏にねこういったメニューをやったんですね。前まぜそば、まぜそば、うん、そうからしもトッピングできたりして、2年あ、2019、2020 2年前ですね。そうだね、やったんで、うん、でこれつけ麺が復活したんです、うん、ほう、さあということでメニュー見てみますよ、うん、まあ、ラーメンと豚入りと豚大ラーメンということで、うん、これね青いところにつけ麺と大つけ麺って書いてあります。なるほど。その上の混ぜそばと大混ぜそばはこれ一回お休みになってますね、うん、なるほど、その間ははい、レギュラー的な位置にいたって感じですね、うん、混ぜそばは、うん、でもちろん、うん、ね、ロンズルことなかれと書いておりますが、うん、でしょうねこんだけ喋ってつけ麺じゃなかったらびっくりしちゃうからで驚き大物き山椒のピーということで出ました、はい、つけ麺です、はい、全部マシマシで、豚マシでございますね、うん、はい、まあちょっといろいろこう漬け汁の中に入ってますけども、うん、これがですね海苔と魚粉デフォルトで入れてくれるんですね。海苔の上に魚粉がもうすごいね。そうなんですよ、そうイカダのね、プールのね、そうそう乗せられておりますけど、まあ、後ほどこれは使っていきますが、はい、ですね、麺の上にお野菜が乗るタイプって実はそんなにないんですね、うん、あ、なるほど、二郎系つけ麺の、はいはい、二郎のつけ麺として、うん、で今回、うん、なんかほぐし豚っぽいの入ってますね、うん、僕注文してないんですけど、うん、これサービス、あれ、まあ、デフォー、ありがとうございますということでね、メンマも吠えたところでね、行ってみましょうか、ね、豚さんから食べていきます。これが、はい、ドエレショップ豚です、うん、しっかり味がついた、しっかりしてます、腕肉、まあ、ほんのりゲチ豚なんですけども、うん、もう噛むたびにもうしょっぱさが、うん、後から後からリレーのように浮かれて、うん、すごいほとばしり豚ですね、うん、ね、うん、で池袋の、油といえばですね、もともと味付け油これ目白台というところやってたんですけど、はい、多分2番目に味付け油やったお店じゃない、うん、ねと思ってます。はい、ある日は突然黒油になった、うん、そしてやっぱね、うん、これですよ、何度も言っておりますが、はい、最初につけ麺やるならこれ野菜をね、うん、つけて食べる、これが好きでして、うん、私、なるほどね、いやー美味しそうに食べますねこの人ね、はい、ね、あなたですよ、へい、ということで私が好きなね、うん、つけ麺あげてみました、うん、歌舞伎府中、うん、それから豚ラーメンさんのつけ麺、うん、まあ、夏やりましたからね、うん、あと千住大橋の汁捨てというメニューがありますが、うん、これも美味しいです。はい、うん、メンマ、はい、漬け汁がね野菜の水分で薄まらないという点もありますね、麺が、うん、麺の上に乗ってるとね、そうそうそう、うん、はい、ね、麺量のね公式発表はありませんが、うん、が小が250ぐらいで、まあ、大が 400g 程度かなと、うん、僕の目算ですが、はい、でパツパツ引き締まり縮れ麺、美味しいです。綺麗ですよねやっぱ、いやこの爽やかさが良い、うん、で池袋と歌舞伎汁同じ会社なんですけど、うん、池袋の方がちょっと麺が、ね、長めなんですね、うん、なるほど。さあそこで来ました、海苔と魚粉です。これは贅沢ですね、これはうまいです、一気に食べておりますね、うん、もちろん徐々にこう溶かして食べるのはベタなんですけど、うん、いやあれ全部食ったの、あ一撃で乗っかってた魚粉、あマジあのやっぱね思いっきりした魚が飛び込んでくるんで、よう蒸せませんでしたね、あ美味しいから、あの噛み締めながら食べるでいいですよ、吸い込まずに、びっくりしちゃっただから海苔もね、はい、ひたひたにして食べると美味しいんで、好きな方は有料でね、はい、飲ませるんで海苔も、はい、試してみてください。さあ、ね、これね、ね、これ魚粉を先に出した方がいいです。これもう麺屋武蔵みたいな魚介豚骨味わえますが、ニンニク入れたらやっぱりね、うん、いきなり二郎に変わるんだ。まあ確かにね。そう、だからその、そう、あのつけ麺のこの、うん、なんだろう、スタンスの違いみたいなのが、うん、前半と後半でかなり味わえると思います。はい、さあ、この会社注目ですよ、なんと、スーパーレベル最大値、もう大丈夫だよ、あ、もうほら、うん、水飲んじゃって味見した後にね、ね、これ、味付け油のね、塩分もスープにこう溶け込んでますので、か
配信のね調節十分気をつけて。そうですね。はい。こればっかりは。うん、ね。あ、思っておりますが。はい。そしてここでちょっと注目です。はい。注目というかそういうのですけど。朝サレです。いつも動画見てます。あ、ですか。ありがとうございます。常連の方から、ね、声かけておりまして、ありがとうございます、本当に。いやー、こういうのね、僕、シンプルに、普通に嬉しいんでね、はい、見つけたらね、ちょっと、胸ぐらつかんで、止めてください、ね。体ボロボロです。崩れ落ちちゃうかもしれない。先日ね、YouTube ライブで僕、ひっくり腰、そして今、MacBook ぶっ壊れているということでね、がっかりしている最中なんで。がっかりなんだ。声かけてください。しょんぼりとかじゃなくて。そうで、がっかりです。がっかりなんだ。はい。そしてほぐし豚も非常に美味しかったです、はい、ありがとうございます、うん、ケイトロジローのつけ麺でございました。はい、あ、完食です、うん、ね、ガツオさんです。で、さあ、マシマシレベルが 90.516 です。高めでございまして、さあ、出てますよ、メンマ。ほら、ね、ペロペロ肉が出てます。目、猫だな。猫の目だな。ライトで。あ、猫の目。闇に光る2匹の目、はい、ということでね、ライト猫をお送りしておりますが、はい、やっぱり池袋二郎さんね、だからその、はい、その前、うん、湘南富士山のつけ麺食べに行くって言って、うん、行ってないじゃないですか。うん、だから腰がまずいって言ってるんで、うん、池袋、僕の最寄り駅から一駅の池袋で。うん、まずは池地を試すということで、ね、ぶっ壊れ最中で、それに伴って、うん、パソコンもちょっと壊れるという、ちょっと災難が続いてほしいですね。本当にサイキクスよりも災難が続いてるんで、ちょっとサイキクスはもう災難避けてますから。サイキックあるからあれは避けてるけど、はい、なのでね、ちょっと近場がまた続いちゃうかもしれないんですけども、はい、僕の行きたいつけ麺がもしかしたら優先されるかもしれないんで、うん、今後ともよろしくお願いします。にゃんこも参加します、メンマも行ってるごちそうさまで、はい、あれだし。